はい、皆さんこんにちは、吉田のゆまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、チャンネル口が待ってない。チャンネル登録の方もですね、600人超え、そして700人近くという形になっております。こちらの動画をね、アップする頃にはひょっとしたらもう700人ね、超えてるかもわかりません。その時はですね、700人超えてるなと、800人目指してるんだなというふうにね、思っていただければ、ありがたいなと思いますね。はい、チャンネル登録のボタンですね、こちらの上の方にございます。パソコンの方、そしてスマートフォンの方、こちらの方にね、下の方にございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今日ご紹介するのはですね、バシッこちら。ドンキホーテさんで購入いたしました。グリコさんの、パキッツって言うんですかね、の焼き芋味。焼き芋味ですね。98円。香ばしいゴーフレットにパフチョコと焼き芋風味のクリームがたっぷり。切り離すと1枚入りのコンパクトなパッケージ。ちょっとやってみましょうかね。オープンして、ここを切り離すと1枚入りのコンパクトなパッケージ。分かれた。ん？さあ、1枚入りのコンパクトなパッケージ。わかったわかった。これを閉じれるんだ。違う？そうだよね。閉じて。あれ？まあいいでしょう。要はね、中身ですからね。まあ、板チョコの、なんていう、このゴーフレットバージョンという気もするし、カレーのルーみたいな感じもするけど、これ裏がこうなってるんですね。あ、焼き芋の匂いがする。面白い。いただきますね。うん、焼き芋をさっくりしっとり食べてる感じはしますね。確かに、なんかいろんなことしたいんだなっていう気はしましたけど、ちょっと分かんない部分もありましたけど、なんか面白いですね。なんか、よかったですよ。面白かった。はい、じゃあ行きましょうかね。はい。星4つつけましょう。うん。はい、ありがとうございました。ちょっと2つに分かれてしまいましたが、これでいいか。はい、ありがとうございました。今日ご紹介したのは、グリコさんの、パキッツ焼き芋味でございました。パキッツ。ありがとうございました。